ナースエンジェル、リリカ SOS は、少女漫画雑誌、リボン1995年1月号から1996年6月号まで連載された、秋元康氏原作、池の恋作画の漫画。また、それを原作とした1995年7月7日から1996年3月29日まで、テレビ、東京系列で放送された、テレビアニメ、 原作者とされる秋元康氏は戦う看護婦やクイーンイコールアースとダークジョーカーの名前といった概念のみを発案した事実上の原版者であり詳細な作品設定を考案したのは漫画版の作画を担当した池の恋である。テレビ東京系で1995年7月7日から1996年3月29日まで。 毎週金曜日18時18時30分に放送された全35話。なお、1996年3月15日から3月29日までの期間はミュージカル第1話から3話までを放送。第一平太郎の TV シリーズ初監督作品であり、その後監督を務めたセクシーコマンドガイデンすごいよ。マサルサミや僕等がいたなどの作品でも、 本作のセルフパロディやオマージュが登場している。また、原作クレジットの秋元康氏と小室哲也が主題歌の楽曲を担当していた。美少女戦士、セーラームーンなどに続く変身ヒロインアニメでコミカルだった全番組の赤ずきんちゃちゃとは対照的にシリアス路線が特徴である。本作はセーラームーンに対抗しうるポスト、ちゃちゃと位置づけられている。メインスポンサーは宝。 変身ヒロインのメインアイテムは新規に制作された。なお、ナースエンジェルの要素は前番組の赤ずきんちゃちゃの変身ヒロインマジカルプリンセスを彷彿させたものとなっている。同じ漫画雑誌、ガングスポンサー、テレビ局、広告代理店と制作会社とそのスタッフをちゃちゃからそのままスライドする形となった。また、ヒロインの脇を固める。 仲間キャラクターが男性であるという点は、チャチャと同様である。当時は、セーラームーンが放映中で、チャチャとは大きく異なるシリアスなストーリーに購買層で、ある子供がついていけず、放送短縮となった。また、当時は変身ヒロイン路線から脱却して、原作準拠に変わった、チャチャを終わらせ、再び変身ヒロインアニメのリリカが始まったことに、チャチャファンが反発していたとも言われた。 チャチャと本作は、はじめは変身した時の記憶がないところや、敵組織が全滅した後も戦い続けるというところは、共通している。命と引き換えに地球を救うことを決意したリリカと、彼女を前に苦悩する、人々の姿を描くという最終話の内容決定は、放映当時いじめを苦にした自殺が急増していたことを受けたもので、死を決意した人へメッセージを送る意図が込められている。 アニメディアの企画である今月の名場面では150票以上を獲得し1位に輝いた。8ヶ月の放送期間内でリリカが2回の誕生日を迎えているためどちらが公式の誕生日なのか混乱が起きた。後にスタッフが誕生日は7月7日とする公式見解を出した。またリリカの誕生日パーティーがファンやスタッフキャストたちによって開催されている。 本作はあくまでも完結した内容となっており、OVA などによる続編、後日談の計画はない。また、2004年に発売した DVD ボックスに、本編終了から25年後くらいの後日談の OVA を付属させる計画もあったが、結局とんざした。森谷リリカは、私立白鳩学園に通うどこにでもいる、普通の小学4年生の女の子。10歳の誕生日に、 同学園に転校してきた別の宇宙にあるもう一つの地球クイーンイコールアースの戦士カノンからナースエンジェルとして地球侵略を企むダークジョーカーと戦い地球を救う命の花を探す使命を託されるリリカはカノンの助けを得ながらダークジョーカーと戦っていくがカノンは病気や死を撒き散らす黒のワクチンにその身を蝕まれていた ナースエンジェルの聖なる力の源で残り少ない緑のワクチンを惜しむカノンは治療を拒否し命を落としてしまう。カノンの力を譲り受けたり理科の幼馴染、宇崎星夜をパートナーに迎え戦いと命の花探しは続く。そしてダークジョーカーとして蘇ったカノンの裏切りに傷つきながらもすべて消費してしまった緑のワクチンは ダークジョーカーから離反したデューイによって一度は補充され、ィリ,リカは星ややデューイの助力のもとダークジョーカーの親玉であるブロスを倒す。さらにブロスの持つ黒のワクチンの力でダークジョーカーとして復活し、操られていたカノンを救い出すことにも成功した。ところが、デューイがブロスの元からワクチンを盗み出す際に誤って黒のワクチンをばらまいてしまったため、ブロスを倒した後もリリカは 世界中に蔓延する黒のワクチンが生み出す、モンスターたちと戦わなければならなくなった。緑のワクチンが、ダークジョーカーと戦うたびに減る一方で、命の花は見つからない。そんな中で迎えたリリカの11歳の誕生日の前日、カノンに代わって、リリカたちをサポートするためにやってきた、クイーンイコールアースの第二王女耳長りリ,リカの記憶を覗き、驚愕の真実が明らかになる。 遠い昔、リリカの前世である先代のナースエンジェルが、ダークジョーカーに悪用されそうになった命の花を、自分の命に封じ込めてしまった。探し求めていた命の花の種は、リリカの命の中に封印されており、命の花を解放するためにハリリカの命を犠牲に、しなければならない。ミミナは、カノンとヘレナにすべてを伝え、カノンは命の花を咲かせるために、 リリカに遠い昔から定められていた辛い運命を告げに行く。大好きな先輩に自分の死を告げられ、自分の命と世界の命が天秤にかけられ苦悩するリリカ。地球と大好きな人たちを守るために誕生日パーティーの後に星やや獣医の反対を押し切って咲き誇る命の花と引き換えに消えていったと思われたが、一面の花の中でリリカは目を覚まし、 自分が生きていることに気づく。主な登場人物リリカを取り巻く、人々クイーンイコールアースの人々ダークジョーカーその他、ナースエンジェルのアイテムメインスポンサーの宝は前、番組、赤ずきんちゃちゃの変身ヒロインとしてのポストを踏襲しており、これらのアイテムは、玩具の商品展開もあってのものとなった。他作品におけるパロディー化の作品では、リリカからのパロディ、流用に当たる描写が見られる。 多くは、大地平太郎などの本作スタッフが関わった作品で、あるが、同一スタッフが関わっていないにも関わらず、パロディが取り入れられている場合もある。最終回の反響もあり、放送終了後もしばしば、リリカの誕生日会として、ファンやスタッフキャストたちの交流イベントが行われていた。昨今では SN、SNS の発達もあり、ツイッターでは、毎年7月7日に合わせて、 第一監督や阿蘇うかほざとが、そして多くの根強いファンが彼女の誕生日を祝福している。2019年6月8日に配信された NHKFM 放送ラジオアニソンアカデミーではメインパーソナリティを務める中川翔子が阿蘇うかほざとをゲストに招いた。中川はリアルタイムで本作を見て大ファンになったことを言及。阿も本作のセルガを当時のスタッフから 多数受け取っていたことを明らかにし、そのうち一枚を中川にプレゼントした。本作の裏話についても言及し、後半では、阿蘇加ホ里による笑顔を忘れないの生歌が披露された。2020年は放送から25年ということもあり、当初は大々的なイベントを行うことを大地監督のツイッターでほのめかされていたが、 新型コロナウイルスにより開催できなくなってしまった。後に、同年7月12日に南青山マンダラで無観客配信された、カオリエヌ・ザ・ボックス2020つなぐ心の中で当初予定していたイベントができなくなってしまったこと、池の恋による書き下ろしのナースエンジェルのイラストとメッセージの披露、第一監督との電話対談が行われた。その後、多数のセルガに囲まれる中で、 リリカ SOS、どうにか、こうにか、笑顔を忘れないを歌った。共に、スター・チャイルド・レコード・ミュージカル・放映リストは、ミュージカルの項目に掲載 CD、LD 完全予約限定で、各5枚組。特典として、カートン・ボックス、完全描き下ろしジャケット、ブックレット、特製ポストカード、ノンクレジット・オープニング・エンディングなどを収録。DVD ・パソコン・ソフト・ノベライズいずれも、 戸田博ろ著数字による関数表示はない。アニメ第26話までをベースにした内容で、ブロスを倒した段階で、ダークジョーカーとの戦いが終結するという結末になっている。関末にリリカと星屋の家、白鳩学園、ダークジョーカーのアジトの設定資料がコメント付きで掲載された。漫画版の方がスタートした時期が早く、 アニメ版とも共通する作品の細かな設定は、作画担当の池の小井小安のもの。また、漫画版を読んだアニメ版監督の大地平太郎が、慌てて第一話の脚本を書き直したとも言われる。当初は、少女漫画らしい明るい作風だったが、アニメ版の影響か次第に、シリアスな展開になっていった。漫画版とアニメ版は一種のメディアミックスのようなもので、ストーリー、 設定等に相違点が多い。代表的な例は以下の通り。本作はテレビアニメの放映と並行して1995年12月15日から1996年1月7日に銀座白品館劇場において全二幕のミュージカル版を公演していた。これは本作の前々番組姫ちゃんのリボンと前番組赤ずきんちゃちゃが 同劇場でミュージカル公演を行っていた形を受け継いだものであり、全2作同様ダイジェスト版がテレビ上で放映された。また、本作で主役を務めた入江かな子は赤ずきんちゃちゃのミュージカル版でも主役を務めている。登場人物こそアニメの設定を踏襲しているものの、ミュージカルの先週落がアニメ版の最終話よりも前のため、結末が異なっている。 先週楽には、アニメ版でリリカの恋を担当した、麻生かほざとが駆けつけ、会場が盛り上がった。リリカは10歳の誕生日に、憧れの先輩、カノーから、誕生日プレゼントを受け取る。その翌日、彼女は、誕生日の記念に星夜るとその両親、カリン、アンナ、さらにリリカに誘われたカノーと共に、星折り高原のキャンプ場に向かう。一方、美雪は、 羊のシューマッハの情報からカノウがキャンプ場へ向かったことを知り、彼の後を追う。キャンプ場を満喫するリリカたち。だが、ダークジョーカーのデューイとその仲間であり、羊のシューマッハとして、ミユキの傍らにいたケトウは、リリカの仲間たちの欲望を利用し、洗脳してしまう。命の花を探すカノウも体力が弱まったところを、襲われ、人質となってしまう。一人残されたリリカは、 ナースキャップを通じて語りかけるヘレナ王女の言葉によってナースエンジェルへ変身。カノーやホシオルたちを救うためダークジョーカーと戦う。アニメ最終話の翌週から3週間にわたり、全3話に再構成されたミュージカルダイジェスト版がテレビ上で放映された。オープニングとエンディングは第2期のものを使用。冒頭のタイトルにはミュージカルとテロップで復帰され、 各クレジットがミュージカルのスタッフキャストに変更されている。また、アイキャッチに使用される曲は第1期のものを使用している。編集された各所にはナレーションが挿入されており、状況を簡潔に伝えている。ナレーション担当は天野ゆり。このダイジェスト版は本作の DVD ボックス第7巻に収録されている。ミュージカル放送リストビデオ編集スタッフ。 聖なる力、聖なる願い、ここへ。と叫ぶことで、ブレスレットが出現。そして聖なる光で変身する。最後には、まばゆい光、気高き白、聖なる大地の命の叫び、ナースエンジェル、天よりの使い、と名乗りを上げる。ありがとうございます。